お世話になっております、マサルです。今回は VI エディタについて一緒に勉強していきましょう。 VI の操作、皆さん勉強しましたか？私は VI の操作を覚えるのがとっても苦手で、本当に勉強は苦労した思い出があります。私と同じように VI の操作が苦手という方は VIM チューターを使って勉強することをお勧めします。 VIM チューターを使うと一通りの基本的なVI の操作を勉強することができるので、今日は一緒に VIM チューター使ってみましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。まず最初に VI についてお話ししていきます。 VI とは Linux でよく使われるテキストエディタのことです。例えば Windows OS の場合はメモ帳のアプリを使ってテキストファイルを編集しますよね。デスクトップにあるテキストアイコンをダブルクリックしてファイルを開いて、キーボードだけではなくマウスを使って左クリックや右クリックを使って編集すると思います。しかし私たちが今勉強している Linux はテキストファイルの名前をクリックしてもファイルを開くことができませんし、マウスによって操作をすることもできませんよね。つまりコマンドだけで操作をしてファイルを編集する必要があります。この時コマンドだけで編集するためのテキストエディタとしてよく利用されるのが VI です。実務では VI などのテキストエディタを使ってサーバーの設定ファイルを編集したり、簡単なスクリプトを作ったりするので、VI の操作は知っておきたい基本知識です。VI について具体的な説明に移る前に、VI におけるモードについてお話をしておきます。VI には大きく分けて、コマンドモードと挿入モードの2つのモードがあります。コマンドモードは、テキスト編集やファイル操作のコマンドを実行するモード。挿入モードはテキストを入力するモードです。この2つのモードの違いは後から説明しますが、現時点では VI にはコマンドモードと挿入モード、2つのモードがあって、この2つのモードを使い分けてテキストを編集する必要があることを覚えておいてください。それではここから実際に VI を使いながら VI の操作を勉強していきます。VI の操作を学ぶためにおすすめしたいのは、VIM チューターというツールです。 VIM とは VI の進化版のようなものだと思ってください。この動画では VIM であっても分かりやすさを重視して VI として説明します。つまり VIM チューターは VI の基本操作を学ぶためのツールだと思ってください。キラーコーダで VIM チューターを日本語で利用するためにはいくつかのコマンドを入力しておく必要があります。ここで入力するコマンドは今回のテーマである VI の基本操作からは外れた話なので、今回は私の真似をして入力してみてください。まず最初にエクスポートコマンドを入力します。これは日本語環境にするためのコマンドです。エクスポートランゲージを日本語に設定しています。次に sudo を使って apt コマンドを実行し、日本語言語パックをインストールするコマンドを実行します。途中で続行するかどうか確認されるので大文字の Y を入力して Enter を押してください。プロンプトが表示されたら実行完了です。 VIM チューターと入力して VIM チューターを起動してみてください。日本語で VIM チューターが起動できれば事前準備完了です。ここから VI の基本操作を学んでいきましょう。まず最初に VIM チューターに関する説明が書かれています。ここにはチュートリアルを完了するために30分ほど時間がかかると書いていますが、おそらく最初は1時間以上かかると思います。ゆっくり自分のペースで挑戦してみてください。それではレッスン1のカーソルの移動からやっていきたいと思います。ここからレッスンが始まりますが、始める前に現在の入力が半角英数字になっていることを確認してください。入力が日本語になっていると思ったような動きにならないので、必ず半角英数字になっていることを確認してくださいね。半角英数字になっていることを確認したら、カーソルの移動に挑戦しましょう。カーソルを移動するには示されているように H、J、K
KL を押して移動します。例えば J を押すとカーソルが下に移動します。 K を押すと上に移動します。そして L を押すと右に移動して、 H を押すと左に移動します。このように VI ではキーボードを使ってカーソルを移動することができます。最初はどのキーでどのように移動するのか分かりにくいと思いますが、 J で下に移動する、ここだけ覚えてもらえれば大丈夫です。皆さんのキーボード J のボタンのところ見てみてください。 J にはホームポジションを表す出っ張りがありますよね。ホームポジションのキーというのはそれだけ多用するキーということです。基本的にファイルを開いたら下に移動することになります。そのためホームポジションである J を押すと下に移動する、これだけ覚えてもらうと、 J の左にある H のキーは左に移動、 J の右側にあるK のボタンは上に移動、さらにその右にある L ボタンは右に移動、このように関連付けて覚えることができます。それではレッスン 1-1 カーソルの移動が完了したら J キーを押して下に移動してください。次はレッスン 1-2 に挑戦してみましょう。これは VI の起動と終了の練習です。エスケープキーを押してください。最初にお伝えした通り VI にはコマンドモードと挿入モードがあります。エスケープキーを押すとコマンドモードに移動することができます。なおビムチューターではコマンドモードのことをノーマルモードと記述しています。しかしこれはノーマルモードもコマンドモードも同じモードを意味しています。エスケープキーを押すことによって現在コマンドモードにいることになります。それではテキストエディターの終了をさせてみましょう。編集した内容を保存せずにエディターを終了させるためにはコロン Q びっくりマーク通してエンターを押します。やってみましょう。コロン Q びっくりマークを入力してエンターを押します。すると VI を終了することができます。 VI を終了するときに、編集した内容を保存せずにエディターを終了させるときにはコロン Q びっくりマークで終了させることができることを覚えておきましょう。ここまでできたらもう一度 Vim チューターコマンドを実行してレッスン 1-3 に移動しましょう。下に移動するキー、皆さん何か覚えてますか？ホームポジションにある J キーですね。 J キーを押して下の方に移動してレッスン 1-3 まで移動してください。次はレッスン 1-3 に挑戦します。J キーで移動して対象の行まで移動しましょう。この文章には一部間違いがありますよね。例えばうさぎとなっているので、最初のうの文字が不必要な文字です。この不必要な文字を削除してみたいと思います。削除したい文字にカーソルを合わせてください。 L で右に移動します。削除したい文字の上にカーソルを合わせて X を押して削除します。X を押します。うの文字を削除することができました。この調子で不必要な文字を削除しましょう。 L で移動していらない文字を削除、 L で移動していらない文字を削除、 L で移動していらない文字を削除、そしてもう一つ削除、最後に跳ねたの最後の文字も削除します。文章がそのうさぎは月を越えて飛び跳ねたとなれば OK です。次のレッスン 1-4 に進みましょう。レッスン 1-4 はテキスト編集の挿入です。先ほどと同じように指定された行に移動しましょう。 J で下の行に移動します。今回は1行目と2行目を比べて同じ文章になるように1行目のテキストを編集していきます。まずこの部分に行という文字を挿入したいので、挿入したい位置にカーソルを移動させてから I ボタンを押してみてください。 I ボタンを押すと下の方に挿入という文字が出てきたと思います。これは現在挿入モードであることを表しています。挿入モードに切り替わったら入力モードを日本語にして行という文字を入力してみましょう。それが終わったらエスケープキーでコマンドモードに切り替えて L キーで移動して次に挿入したい場所に移動します。次はここにいくつか
という文字を入れたいので I ボタンで挿入モードにして日本語入力に切り替えてからいくつかを入れて半角スペースを入れてエスケープキーでコマンドモードに切り替えて L で移動してここにがという文字を入れたいので I ボタンで挿入モードに切り替えて日本語入力に切り替えてがという文字を入れて半角スペースを入れて1行目と2行目を同じ文章にしてください。1行目と2行目が同じ文章になったらこのレッスンは終了です。エスケープキーを押してレッスン 1-5 に進みましょう。この後もレッスンは続きます。レッスン 1-5 がテキスト編集の追加、レッスン 1-6 がファイルの編集です。ビムチューターはこの後も様々なレッスンが続くので指示に従って実行して練習してみてください。ビムチューターを最後まで3回くらいやりきれば VI の操作はかなりつかめてくると思います。最初は本当に大変だと思いますが、まずは3回頑張ってやってみてください。それでは最後に穴埋め問題を使って今回学んだ内容を振り返りましょう。 VI ではカーソルを移動させるときに H、J、K、L を利用します。それでは H を押すとカーソルがどこに移動するでしょうか。 H を押すとカーソルは左に移動します。では J を押すとどのように移動するでしょうか。 J を押すとカーソルは下に移動します。それでは K を押すとカーソルはどこに移動するでしょうか。 K を押すとカーソルは上に移動します。そして最後 L を押すとどのように移動するでしょうか。 L を押すとカーソルは右に移動します。おすすめは J を基準に考えることです。 J を押すと下に移動します。ここだけ覚えてもらえればそれに関連付けて左、上、右も覚えることができると思います。次の問題、コマンドモードでカーソルの下の文字を削除するにはあるキーを使いますが、それではどんなキーを使うとカーソルの下の文字を削除することができるでしょうか。コマンドモードで下の文字を削除するには X とタイプします。それでは次の問題です。コマンドモードでカーソルの位置に文字を挿入するにはあるキーをタイプしますが、どんなキーをタイプすると文字を挿入することができるでしょうか。文字の挿入は I ボタンですよね。そして VI は2つのモードを切り替えながら操作するとお伝えしました。 VI を起動した時には何モードになっているでしょうか。 VI を起動した直後はコマンドモードになっています。コマンドモードの状態で I ボタンなど押すことによってモードを切り替えることができますが、何モードに切り替えることができるでしょうか。コマンドモードから I ボタンを押すなどして切り替えると挿入モードに切り替えることができます。 VI ではコマンドモードと挿入モードをうまく切り替えながらテキスト編集していくことを覚えておきましょう。それでは今回は VI エディターについて一緒に勉強しました。ビムチューターは本当に効率よく基本的な操作を学ぶことができるのでおすすめです。ぜひ皆さん頑張ってビムチューターやりきってみてください。最後にお知らせです。マサルの勉強部では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて Discord と YouTube のアカウントを連携すると参加できます。こちらは2025年7月のスケジュールです。Linux の勉強会はもちろん CCNA の勉強会、セキュリティの勉強会、そして7月は名古屋でもイベントをやっていたりします。勉強仲間を作りたいという方はお気軽に参加してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。